この勉強会は県が事務局を務める愛知名古屋エアロスペースコンソーシアムが主催、県内の航空機関連企業から専門人材の育成が難しいという声を受けて開催されました。勉強会は今日と明日の日程で開かれ、今日午前の勉強会には県内の企業に勤める若手社員およそ30人が参加。参加者は三菱重工業の社員から航空機産業の現状と展望について講義を受けました。私の会社でもまあそういう仕事がちょっとこれから増えそうなっていう話もあるん で私も入社したばっかりなんで、ちょっと受けに来たって形ですけど、ちょっと特殊なんで、ちょっとその一から勉強というか、そのしに来てます。この地域の航空宇宙サプライ、やっぱり日本においてはですね、航空宇宙産業のメッカになりますので、そういったところのプロジェクトに入っていくためにもですね、やっぱりサプライチェーンの存続、そのための人材確保育成というのは非常に重要なところかと思いますので、そういったところですね、サポートしていければというふうに考えております。